1994FIFA ワールドカップ決勝は1994年7月17日にアメリカ合衆国ロサンゼルス郊外のパサデナにあるローズボールで行われた第15回目の FIFA ワールドカップの決勝である。ブラジルはグループリーグでグループ B に振り分けられロシア、カメルーン、スウェーデンの各チームと対戦した。ブラジルはロシア鬼のゼロで カメルーンを3-0で下し、最終戦のスウェーデン戦を待たずに、決勝トーナメント進出を決めた。決勝トーナメント初戦では、グループ A を3位で勝ち上がった、開催国のアメリカ合衆国と対戦し、レオナルドが相手選手への肘打ちにより一発退場になるものの、ベベットの得点により1から0で勝利。準々決勝ではアイルランドを下して勝ち上がった、オランダと対戦。 ロマーリオとベベットのゴールにより2点を先取するものの、同点に追いつかれ、最後はブランコが30メートル以上の FK を直接ゴールし、W 杯で一度も勝ったことがなかったオランダに勝利した。準決勝はスウェーデンとの対戦となった。序盤から試合を優位に進めるもなかなか得点が奪えない展開が続いたが、後半35分にロマーリオが決勝点を奪い、 1>, 1から0で決勝進出を決めた。イタリアはグループリーグでグループ E に振り分けられ、アイルランド、ノルウェー、メキシコの各チームと対戦した。グループリーグではエースのロベルト・バッチョの調子が上がらず、初戦のアイルランド戦をいきなり0から1で落としてしまった。ノルウェー戦では同性のディノ・バッチョが値千金の決勝ゴールを挙げて勝利したものの、 守備のようで首相のフランコバレージが膝を痛めて離脱してしまう。最終戦のメキシコ戦も勝ち切ることができず、結局グループリーグは3位に滑り込んでの通過となった。決勝トーナメント初戦では、グループ D を1位で勝ち上がったナイジェリアと対戦した。前半25分に先制され、さらに途中出場となったジャンフランコゾラが不可解な判定で一発退場となり、 非常に苦しい展開となる。イタリアの敗退が濃厚となった後半43分、グループリーグで無得点のロベルトバッチョが、ついに得点して延長戦に持ち込み、延長前半10分に PK を、ロベルトバッチョが決めて2から1でなんとか勝利した。調子を上げてきたロベルトと今大会で、シンデレラボーイとなったディーノの両バッチョによる得点でスペインとブルガリアを共に2の1で下し、 満身層いながらも何とか決勝に進出した。怪我で戦線を離脱していたバレージが奇跡的な回復を遂げ決勝のピッチに帰ってきた。ただし、イタリアはスペイン戦で肘打ちにより8試合の出場停止の処分が下されたマウロタソッチと準決勝までの累積警告により出場停止となったアレッサンドロ・コスタ・クルタを書いて戦わざるを得なくなった。一方、 ブラジルは国内で戦術が守備的であるとの批判もあったが、レオナルドの出場停止以外は、ほぼ順調に勝ち進んできた。試合はブラジルが優位に進めるものの、バレージを中心としたイタリアの守備をなかなか崩せず、結局スコアレスのまま、そして決勝としては、史上初の PK 戦にまでもつれ込む。両チームのキッカーとも一人目は失敗し、2.3人目は成功する。 四人目は、イタリアのマッサールが失敗し、ブラジルのデンガは成功する。迎えた五人目、イタリアのロベルト・バッチョが蹴ったボールは大きく、ゴールマウスの上に外れ、ブラジルが六大会ぶりの、大会史上単独最多となる四回目の優勝を果たした。サッカーの本場であるヨーロッパのゴールデンタイムに合わせて、真夏の昼間に試合が開催されたことと、国土の広いアメリカが主衆国における、 移動距離が大きいことで選手のコンディション不良が指摘され疲労が蓄積した状態で臨んだ決勝戦は消耗戦の予想を呈していた。ブラジル V イタリア。ありがとうございます。